今日は明るい話題の連続です。アニメーション役ならマグカップも、これがいよいよアニメ化をされて来年一年間公映をされます。その後は田島市の長瀬商店街、今新しく生まれ変わろうとしています。その次のお話が田島ルゴースイーツプラス、このお話をいたします。最後は。 コロナの関係、すっごく頑張った小学校・中学校の4本立てのお話ですえまず1番が焼くならマグカップもえ今回の田嶋市との表紙を飾っていますえ10年ほど前、プラネットというソフトウェアの大変有名な会社の社長小池さんが田嶋市を元気にしようというようなことで高校生3人が地元で 陶芸を一生懸命学びながらあるいはそれを趣味としながら活躍をしていくこういったフリーペーパーを10年間出し続けてきましたそのフリーペーパーを読んでいた少年が大きくなって日本アニメ日本で最大のアニメ会社に就職をしますそして自分で生まれた育ったたじみでこんな面白い物語がある これをた日本アニメで提案をしました早速取り入れられましたこの役ならマグカップもこういった声優が非常に有名な皆さん四人組が主役として出てきます深夜帯ですが一年間連続してこのたじみとき水波そしてカニを放映をしていただくことができます、えー、陶芸を 中心としたアニメーション今回初めてというようなことと同時に30分番組ですが前半の15分がアニメーション後半の15分が実写版その高校生がいろんなところに行きますこういうのの中でたじみの高校生ぜひ我が高等学校も取材をしてほしいこんなお話も聞いております 次に長瀬商店街を今再生をしているこういったお話をいたします立見の駅を降りて左に入っていくと旧長瀬商店街ですここの中心が旧渡辺時計店という大きな時計店がありましたここを一気に改装し東文堂という本屋さんが中心となって本カフェあるいは会議室 ギャラリー、え非常にまあ、えー、みんなが集えるような素晴らしい空間を作ってもらっています。えー、とても綺麗なバッグを売るお店、あるいは地酒を売るお店。えー、今回についてはしっかりとクーポンも用意をしていますので、長瀬商店街、もう一回みんなで足を運んでみましょう。え三、ー、つ目のお話はタジミール号。 スイーツプラスというお話ですこれまでタジミール号お弁当を買うと補助を行ってきましたそれにお菓子の補助も入れようというようなことになりました500円のお菓子を買うと200円1000円を買うと400円これはお持ち帰りのお弁当も全く同様ですタジミール号スイーツプラス今回はすっごい勢いで えこのお金がどん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 、特に多治見市内の皆さんが地元に美味しいお店を再発見をしています。え最後コロナウイルスの関係です。え日本一暑いと言われているこの多治見ですが、え実は夏休み日本一短くしました。え小学生中学生ずっと休んでいた三ヶ月を 残り10ヶ月で勉強を一気に回復をしよう夏休みには栄養価の高いスペシャルな給食を無料で提供するみんな頑張りましたこのおかげで、えー、保護者の皆さんあるいは子どもたちからも非常に高い評価をいただいておりますコロナに負けないこの秋も頑張りましょう